こんにちは。こんにちは。ということで今日はご報告があります。はい、はい、ご報告ご報告、はい、ハーレー買っちゃいました。おイエーイ。もうお前ら何をやっとんの。買いすぎ買いすぎ、うん、考えてください、うん、うちの動画で買いました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 ってやってますけど、うん、僕買ってないですから。あ、もう確かにね。確かに、うん、なんか僕がいっぱい買ってるみたいな雰囲気に多分思ってると思うんですけど、うんうん、僕は別にだいぶ前ですから。あ、そう、うん、バイク俺とタツキと、はい、で琴音さん車か。はいはい、ね、確かに、ね、うん、だから確かに僕は買ってないんですよ。おー、うん、我慢してるね。だからあのホットロッドももうすぐで1年ぐらい経つんで、あ、言ったらなんかね、うん、僕があの無駄遣いしてるわけではないという、うんうん、ということでハーレー買ったんですよ。はい。ということで、まあでも買ったって言ってもやっぱりあの僕のバイクカスタムもある程度終わってるんで、うん、でもやっぱカスタムが楽しいとこあるじゃないですか。うん、バイク作るのって、うん、まあ乗るのも楽しいんですけど、うん、ということでたまたま話もらって、うん、ちょっと誰かいらないみたいな、割とすぐなんだけど、あ、買いますって言って買ったバイクはこちらです。はい、ドン。ダイナン。ダイナン。FXD。FXD。2004年。こちらになります。はい。たまたま縁がありました。はい。買いました。で、もう早々ちょっとシート変えちゃったんですけど。はい。もうちょっと違うシートがついてて。うんうん。で、なんかなんとなくこう雰囲気仕上がってるんですけど、うん、細かいとことかをもうグリップ、レバー。ミラーとかカールとか、うん、はいはい、でウィンカーなんかわかんないですけどついてないんで。本当だね。本当だ。ウィンカーつけたり、はい、コロナンバーのやつ変えたり、はいはい、レンズ変えたり、うん、ちょっと細かいのをいじっていこうかなっていう。なるほど。ことで、はい、で最後にこうペイントもバリッとおうちのブースでやってもらって、はい、完成かなっていう。なるほど。感じです。はい。マフラーいいね、かっこいい、すでにかっこいい。マフラーあれっすよね、これ今めっちゃ高くなってるみたいで、へぇー、サンダーヘッダー、僕も昔つけててかっこいいっすよね、うん、ということで2代目のダイナ。あ、そっか、そうだね。2代目、そうだよね。同じバイク2台もいるの。うんね。っていうのもあの僕が買ったのも、うん、こうまあ、作りたい欲と、うんうん、作って、まあ、仲間内で誰かが欲しいって人いれば、うんうん、仲間で乗ればいいし、うんうん、なんか作りたい欲が強いから、うんうん、作りたいって言ってももうそんなにハンドルとか買えないんですけど、うんうん、このまま行くんですけど、だからこう別でもよそでも欲しいよってしてる、あ、譲ろうかなっていう前提のバイクです。うんうんうん、俺はてっきりね、あのいつもの病気が出ちゃったんだ。病気思わなかった。我慢してる、ね、確かに我慢してるね最近ね。そっちかと思ったけどね。僕が次でもなんか自分ので行くってなったら、うん、まあナックルか、あ、ボムか、うん、マッスルかのシェベルか、あ、になってきます。結構あるね。あ、まあ、結構あるね。、うん、全部いっちゃう簡単。あるある。いやいや、さすがに。ということでこいつをちょっと綺麗にしましょう。はい、やりましょう。はい、ちょっと格好つけて運んでますね。格好つけて運んでます。そういうことね。格好つけてるかと思った。格好つけてないじゃん。坂だから腰入れんと無理でしょ。いや、なんかさ、そのいけるね、リッキーがいける。いつものチャリンコスタイルでいけるよ。やってました。やってる。でもダイナは結構重いっすよ。あー、確かにね。おお。できんもんね。できない、できない。 あっていうの今絶対演出だよ。絶対演出。絶対いけるもん、リキー君。おー、ピットイン、ピットイン。初ピット、ね、初ピットじゃん。まあ確かにね、重いから、うん、階段上がる感じ。あー、俺は無理だもん、旦那軽々できんもん。重い。重いと思う。あ、ETC ついたんだ。あ、そうなんだ。めっちゃいいじゃん。本当だ。めっちゃいいじゃん。知らなかった。便利。っていうのもあれですよね。あのサブチャンネル見てくれてる方、このバイクが、うん、結構前から置いてある。うん、うん、知ってますよね。そう、ガレージを作る段階からありますからね。買ったのはちょっとずいぶん前なんですよ。うん、3ヶ月前ぐらい。うん、うん。なんだけど、なかなかこう手つけるタイミングも。はい。ということで、パーツをいっぱい買いまして。はい。まず、まあ、このミラーがちょっと、はい、僕的には、うんうん、違うかなと思う。はい。純正に。あ、純正なんだ。そう。
あなるほど、僕のダイナも純正のショートついてるんで、純正に戻します。はい、え、あ、こんにちは。一回切りますね。すいません、変な人今入ってきてちょっとびっくりしたねびっくりしたね。びっくりした。普通こんにちはって入ってくるんじゃないですか、やってる、うん、絶対なら、うんうん、ずっとちょっと無言だったもん、うん、びっくりした、うん、怖かったね。ちょっとどこまで行ったっけ、何だったっけ、もうあ、そう、ミラーだ、忘れちゃった。純正に変えます。はい、ね、これ俺もお揃い、最近買った。あ、みんな純正だ。じゃあこれ見やすい、めっちゃいい。うんうん。次レバーはですね、ちょっとほこりかぶってるんですけど、はい、ユーカナヤっていう、あの日本製ですね、もうスポーツバイクとかのやつで出てるんですけど、アルミの、アルミ、はい、これ、おお、いいね、かっこいい、スポーティーな、ね、で、これ、あ、いいね、あ、調整できるんだ、うん、軽さを、うん、うわ、めっちゃいいじゃん。これあの2万円ぐらいします。あ、そうなんだそう、かっこいいよねこれ。あ、いいねいいねいいね。ちょっとスポーティーに、スポーティーになるね。日本製です。これも買います。これも日本製ですね、はい、アクティブ。これは何、これね、ナンバープレートとウィンカーがセットになってる、僕のダイナにもついてる。はいはいはい。じゃあ俺も揃いだ、これだ。あ、そう、一緒です。これに変えます。収まりがいいんで、これね。あー、うんうん、これね、一緒っすよね、うん、一緒、かっこいい。これここにだからウィンカーつく感じになるね、うん、はいはい、縦にね、うん、スタイリッシュだよね。うんうん、ただ配線どっかにおるってことだよね。それ探さなかった、どっかにいます、どっかにいます探した今ちゃんと。これ見ても分かったこれレイダウン、ナンバーがこれ今まっすぐじゃないですか。はい、これで角度が、なるほど、かっこいいよね。なるほどね、これついてます。あなるほど、バイクはパッドチョイスしてるんで、あ、逆ねもう似たようなバイクになってくるんだ。じゃあで、これはバッテリーカバーがこれついてないんで、はい、あ、本当だ、抜き出した。これバッテリーカバーつけます、うん、黒の、黒で、ヘッドライトはこれの LED に、あ、かっこいい、変えます、はい、これから純正っぽい感じからね、はい、はいはい。グリップは、パフォーマンスマシーン、はい、なんか落ちた、なんか落ちたこれですね、落ちたここの、あー、なるほど、パフォーマンスマシーンに変えます。はい、これも2万ぐらいします。へぇ、ちょっと見たい見たい、どんな、開けてもいいですよ。あれ一緒じゃないそれ、レータラクは違うのか。あのね、僕らがつけてるのは、うん、ローランドサンズデザインかなんか、うん、で、お父さんなんですよ。へぇ、パパ違うんだ。パフォーマンスマシンはお父さんで、うん、息子がローランドサンズのメーカー。あ、これ僕のお下がり、ちっちゃ、ステップ、これ僕ですね。あ、ステップ、あ、本当だ、ちょっと違う、このグリップエンドっていうの、ちょっとシンプルなんですよ、こっちの方が、なるほど。そう、なんかこの辺のさ、あ、ちょっと樽っぽいね、若干ね。あ、本当だ。へぇ、そんだけかな、とりあえず抜け一旦ね。はい、あ、なるほどね。これに変えて、ベアリングをどっちにするかで、ホタテにしようか。おお、あるじゃん、また、ねえ、あった、あるじゃん、ありました、ガムテープついてる。あ、ネジが止めてる。あ、そういうことね。あー、なるほど。ホタテで行くのか、うん、僕と一緒の、あー、このカーブに、こっちで行くの。はいはいはい、ほこりまみれいや、迷うね。で、こっちで行くなら、ライトこっちにしないと。なるほど。あ、そういうことね。下からマウントしないと、ここに穴開けて、なるほど。迷うね、これ。両方いいよね。ホタテかな。おー、ホタテで行きますか。自分のじゃない子。確かに。あ、うん、だからこっちだったらさ、ちょっとなんかね、刺すとか上げたくなる。そうですね。あ、伸ばしたり。ということで、はい、やっていく。やっていく。あ、あとね、これパーツがここカバーがないんですよ。あ、そうなの？これここに普通カバーがついてる。へえ。ヤフオクで見つけて買いました。うん、おー、すごい、何でも用意してある、ね、しかもなんかバラバラ確かにどこにあるんだろう見つけられないここ見れます、ここ見れるね絶対見れるのわざとわざとだよねあ、これもつけようかな。あ、手寒くないやつ。お、かっこいい。あ、それいいじゃん、いいじゃん絶対欲しいじゃんあ、今冬だしね。これだってミラーと共に見せるだけです、うん、あ、そうなんだ。へー、これもありだね。うんうん。で、どういう感じ、こういうのがありました。 あった。
おお、あ、結構ごついやつで、これメッキしかなかったんですよ。あら、うん、塗ります。あ、黒にね、黒がいいね、うん、あー、なるほど、ここにつけるはいはいはい。あ、でもメッキでも、でも塗った方がいい、メッキの部分も一個もないないもんね、確かにね、うん、これは、かっちゃんに、はい、お願いします。お願いします。はい、普通のソリッドの黒、ソリッドの黒で、はい、1時間ぐらいで終わる？いや、終わんないです。メッキ結構大変だよね。そんなことない、うん、まあ削るだけ、はい、大丈夫で、メッキを一回落とすと落とせないんで、はい、傷つけるしかないんですよ。そうです、うーん、メッキはくるのはむずいよね。はい、で、削ってその上から塗ると。そうです、うん、で、それはタツキで完璧ね。はい、じゃあ1時間で、はい、頑張ります。絶対無理でしょ。削るので1時間かかる。お願いしますか。はい、やりましょう。なんかパーツつけると思ったんですけど、バラすの先するよ。そうだね、うん、だって外装塗るんだったらね、うんうん、黒ベースにちょっとわーっとファイヤー入れます。あ、いいね、ね、うん、うんうん、ちょっといかつい感じ、うんうんうん、派手なバイクないしね。あ、確かに ね、うん、ね、あとワイヤーもこれちょっとツンツンなんで、うん、変えます。はい、アクセルワイヤーとクラッチワイヤー、ステップはもうこれ変えたんですよ。あ、そうなんだ。なんかボテッとしたやつついてて、うんうん、かっこよくしましょうね。バリッと、このネジかっこいいね、黒で。あ、なにこれ、裏あれなんだ。おお、外しちゃう。はい、てか、ウィンカーの線どこにあるのかね。ウィンカーね、だいたいテールからテールの方に行ってる。お疲れー、お疲れー、お疲れ様でーす。これ僕のっすか。欲しいですね。欲しいですね。買い手見つかったね。あ、ありがとうございます。でも移動指定とかできるけど大丈夫。あ、まあいいんだ。いいんだ。いいっすね、やっぱね。ダイナいいよね、塗りやすくて。団長の体のサイズに合ってんじゃないこれ。ちょっと大きくしてもうちょっとケツ上げたりとかして。え、ないんだけど。ウインカーの線ないんじゃないの。ウインカーないから、そもそもウインカーどこに取ったんだろうね。まあ普通はここなんですよ。これでしょ。これあんな、これないもんね、来てないもんね。こいつなんだよね、これ。あ、ここに、ここまで来てる。で、テールに行ってるはずなんですよ。テールから出て、あ、テール行ってる、うん、テールからこっちに戻ってるはず。まったく外に、うん、あ、線が、テールの線これね。あ、違う、違う。あ、おるじゃん、ウインカーの線、うん、これ、何このショート、やば。これウインカーの線です、うん、すごいね、よくわかるね。全然わからんわ、うん、何にも分かんない、ね、どこで覚えるのこれ。散々触ってますからね、大体。まあ、確かにね、うん、でウィンカル線なんで、そこに繋げればと思います。ハンダコテ入れますね。ハンダコテ P ってやつ。はい、小学校の時にやった気がする、ね、あ、そういうことね。これが合わせで、こっちがプラスだと思うんですよ。入らんね。つけてみて。前はついてる。つかんね、逆かもね。でもこれ何、プラスで取るのか。まあ、やり直します、全部。うん、そうだね、配線、うん、やり直しですね。はい、あー、それは使わない。こっちのプラスマイナスです。抵抗の、ここに抵抗つけるんですよ。あ、そういうことなんだ。つかないね。まあ、やり直しましょう。はい、ですね。そう、外装取らなかったのか。何からやればいいの。ミラーじゃいいですか。ミラーですって。工具がいるんだ、これ。工具いるんだ。こうだ。手でいける？いろいろね。素で？うん。俺この間手でつけた。あ、じゃああれ、もう手でつけたの。あ、タコちゃん。元気の感覚だった。ラチェットないな、なんで？硬い。硬いです。硬い。ブラックパレード。またちょっと。あ、反射して。ブラックパレード。みんなでバッシュ。団長はさ、チョロがいいんでしょ。やめとけ。これは。ね。うん。で、中でなめってるとかあんの。動かないんで、全くネジ山がってこと、まあ、中の、うん、そういう場合どうすんだろうね。でも出てきとるよ、これ。出てきてますよ、ほら、めっちゃ長いんじゃん。出てきない、さっきより。いや、わかんない。一緒かな。僕一緒回しましたけど出てきてないかも、目の錯覚だ。あ、本当だ、出てこない。やばいですよね。うん、両方ですよ、上も下も。終わった。やり方があるんじゃない、これですかね。もう終わった。終わった。終わった。早い。終わったもん、無理だ。終わった。バイク屋さんに持ってこう。でも結構変わるんですよね、雰囲気。雰囲気、まあ色
もだしさ、うん、パールついて細かいパーツが取れればバリッとですよ、うんうん、じゃあこれあれね、一生回さなあかんじゃない。そんなことある？めちゃくちゃ細かい。もうこっからさ手で取れるとかない？塗る。あ、ない。これも塗ろうかな。何色に？黒。あー、もうメッキをなくす。あれスモークレンズは今買えた。いや、あれもスモークレンズ買ったと思ったのに買ってないんだよ。抜けとんじゃん。いや、僕もそれやったんですけど。やったんかい。やったんかい。あ、ちょっと待って。おお、引っ張ってんだっけ。あ、待って、いけるくない。あ、いける。え、どういうこと。ネジいらんよ。ネジいらんの。そういえばこれ見てください。ね、ネジじゃないっす。やばい。そう、関係ない2つを回してた。そうそうそう。ここの後ろと一緒にここを回し続けるんだよ。そうそうそうだよね。やばい。いや、なんかそんなことあるかなと思ったけど、ネジじゃない。これは取れるわ。どういうこと。ドッキリじゃないですか、これ。ドッキリ。確かにドッキリだけど。いや、よかったよかった、でも取れて、まあ、こっち側のこれはネジじゃなくて、はいはい、カポって引っ張れば取れます。はめるだけなんだ。半日くらいやる人おるかもしれない。危な。めっちゃんって。これでバイク屋さん持っていこうとしてたもんね。開けたりする。あれだったらネジじゃない。あ、そりゃそうだよね。これなんか中のステーを止めてるだけですね。うんうん、よかった。誰な、昔外装をピンクにするドッキリとかやってたよ。うわ、やったね。懐かしい。はい、うん、懐かしい。ようバラしとったね、バイクね。昔はよくね。久々ですね。なんか毎週週一でフロントフォークさ、うんうん、あったあったあった。スプリンガーとワイドの、ね、そうテレスコの週一日替わり、次の週来るとまた変わってて、うん、あったあった。やってましたね。ね、おお、そこにお願いします。お願いします。こんな風に撮れるか。おお、お願いします。結構バラバラな、うんうん、でかいのが取れると、ね、あと何パンクぐらい。あ、そうなんだ。そう、これ年式違ったら最悪だよね。そんなことある。そう か, そうか、知ってます。いつ取れよ、ガツンと刺すはずさんは無理やね。そこも帰るんですか。これついてなかった。なんか知らんけど、なくすことないものがないみたいな。うん、あ、本当はそれが当たり前だった。そう、これヤフオクでゲットした。なんか懐かしいな、この感じ。なんでですか。俺のバイクもなんか、あ、バラバラからスタートしたからね。なんか確かにもっとバラバラだったっけ。コロコロっていうかバラバラだったっけ。マフラーついてなかったし、ハンドルついてなかった。もうボルトなくて、マジどこやったんだよ、ここのボルト。あら、これじゃない。あ、違う、違いますね。団長もつながってた。渡したね、団長。やばいやばい。渡したな。やばだよね、団長だ。だよね、だよね。俺ジャンプして、ジャンプして持ってきません。めっちゃネジ欲しいじゃん。そんな人いない。手癖悪い。ネジパッと。ないね。こういうのはね、うっかりしたとこにあるんだよ。ある、その辺に置いたとかね。タツキ見つけるの得意じゃん。え、今外してて、ポケット入っとらん。いや、いらない。あった。あ、ETC のケースの下にありました。 ありがとうございます。団長疑われたんだよ。かわいそう。確かに言った方がいい。え、俺疑ったの。誰だっけ。龍太郎くんだ。龍太郎くんだ。どう思う。まあ、失敗はある。返し下手だな。タンクなんてそんな簡単に外れるんですか。うん、マジ。タッキーすごいね。タッキー君優秀で、ね、めっちゃ優秀です。いじってたからね、ずっと。できるんだね。抜くこれ一回抜いてみてください。あ、抜いたんだ。ダメ、全然ダメ。そう、なかった。あ、どうしよう、ガソリン抜かん。そうかな、それ聞けますか。あ、いける。よろしく。メカやん、メカ。ストローで吸ってたら。抜いたらかんやん。うん、ナットも落ちたじゃん。ちょっとここ床がさ、ガソリン漏れたらやばいよね。
一回ソード持っていくですね、タンクルとね、うん、かトイレシートバーって引くか、意味ない、あり正解かも、あー出しちゃった、久しぶりに出たね出しちゃった、あやばい、あまあいいか、ドブに捨てようよ全部、やば大炎上する、やばドブにしてよ、やばマジで、これ編集するの私だから使うから冗談です、すまないすまないわけわからん、ここがついとんね、どうやらおそらく距離的にここここここそこかここだとかけるここ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 だと、あ三角、あ何がかってるんですか、人生もめっちゃかける、あ閉めようか、ネジ入ってきそう、君の言う通りラブが発生、結構大爆地だよね、人生がかっこいいんだよ大丈夫、僕の人生もすかもちろんねえタスキ、はい、すいません、おタッチョが正解、あったわやったじゃんやったねタスキ、人生もらえるよ、チョリキャジュース、はいジュースはい、何味がいいですか、あみなぶも入れますあお金は、お金はあ払ってあ配膳をね、はいはい、ハサミ取ってください、これでいいですか、あありがとう、おー配膳切った、配膳じゃない、うん、これ何かね、ウインカーだ、あ、うん、マスキングしようか、多分これウインカーでしょう、うん、ウインカーっぽいね、なんか書くのいい、あ、写真撮って、はい、ということで数日経ってダイナがバラバラになったんですけど、はい、こんな感じに今なってます、まあ、バラバラって言ってことだけどね、うんうん、外装入ってまだなんかあのカスタムパーツは全然全く一個もつけてなくて、はい、これちょっとツンツンなんで、本当はね、これも買えます、で、この間これ僕買ってきて、はい、鳴らしてかなんか格好して、うん、まあ、仲間内に欲しい人いれば譲るしみたいなテンションでやってましたけど、うん、もう売れました、あらおめでとうございますまあ仲間内が欲しいって話だったんで、はい、このバイク完成させても多分ここにずっとステイだよね、うん、あうん、いいね、はい、ということで色を最初考えてたんですけど、うんうん、どうせだったらお好みの色で、あめっちゃいいじゃん、塗ってるんですよ、はい、見ますか、はい、君の部屋、そうです、僕の部屋、はいいいですか見て、はい、あ全然シルバーまでしか吹いてないんですけど、ベースをね、はい、一応こんな感じになってます、はい、でこの上にキャンディレッド、そうです、キャンディレッド吹きますね、吹いて、うんうん、で見本がこんな感じで、へえ、見える、今光のね下でちょっと分かるぐらい、ちょっとなんかなんていうの、ゴースト、なんていうの、ゴーストっぽいかな、うーん、ゴーストファイヤーみたいな、あれそれファイヤー書いてある、書いてある、うわこの動画だと全然わかんないかも、わかんないか、うんうんうん、一応ねキャンディーレッドベースにキャンディーレッドでちょっと色調整して、はい、ファイヤー入れたいみたいな、うんうんうん、なんで、はい、一応それで仕上げようかなと思います、はい、まあ、黄色とかもいいよね、黒いの、うんうんうん、オレンジ黄色1個作ったね、もうピーナッツ、はい、ちょっと旧車チックな、はい、こんな感じですね、はい、これがこの間ちょっとサンプルで作ったファイヤー、はい、細め、うんうん、細めですね、うん、マットブラックで、はい、はい、ということでダイナは今から色つけて、うん、パリッと仕上がったらパーツ組み込んで最後外装パーツつけて完成ですね、はい、はい、そんな感じです、はい、